旧作捜査官南川。皆さんこんにちは、ピーマンズスタンダードの南川でございます。突然でございますけれども、私この度旧作捜査官という役職に就くことになりました。いやー、舞台、いやー、旧作捜査官というのはですね、旧作という名の地下に潜ってしまっている作品の中から、ぜひとも一人でも多くの方々に見てほしいおすすめ珠玉の一本を日々探している私服捜査官でございます。皆さん、街で見かけたことございませんか？通りを歩いていて偶然通行人にポンとぶつかってしまって、相手の衣服からポロリとこぼれ落ちたキラリと光るキラリと輝く旧作 DVD のパッケージを、彼はきっと旧作捜査官に違いないんです。ということで始まりました。早速皆さんにですね、今日捜査報告したいおすすめ DVD でございますけれども、今回おすすめする DVD はこちら、ドン、ジョーカーでございます。こちらの木内和弘監督のジョーカーでございます。今日はこれをおすすめしたいんでございますけれども、視聴者の皆様を代表いたしまして、捜査報告を聞いていただきたく、見てみたくなったどうですね、判定していただきたく、ゲストをお呼びしております。ゲストこの方でございます。最高。この椅子が僕さっきはけてから直されてないんですか、はい、何がこんなわけない、ゲストの椅子が最初からこんな位置なわけない。ワイルドキャッツぶり、ワイルドキャッツの時の僕がはけた後のままなんです、はい、あらこの辺ちゃんとやんないと、はいはい、やっぱりね、ゆるさがすぐ、はい、宣伝でございますからね、はい、やっぱりこう、もう見たくなればいいんですよ、もうそんなにいいんですよ。いや、まあまあもちろんそうです、はい、もうコント師としての、コント師としてのそのなんかこう、そうですね、こだわりを見せないでよ。すいませんでした、すいません。捜査官なんだよ。はい、すいません。芸人だろ。はい、そうです。本当に上から来るんじゃないよ。すいませんでした。お願いいたしますよ。はい、もう、はい、ゲストも3回目ということで。そうですよね。でも、はい、初回からずっとこの2人しか出てないわけじゃないですか。初回から、そうですよ、ずっと。何なんですか、ゲストって。もう、本当に。だから、そのゲストレギュラーなんですよ。で、変わんないですよ、もう出てる頻度。なんなら南川さんも先に履けるし。レギュラー最後。最後締めてるの僕だし。うん。だからやっぱりこう、ニコイチ。これからもニコイチで、あ、だからもう、いずれは、君も、旧作捜査官の部下として昇格できます。僕にも役割がいただけるんですか。それも考えてます。はい、考えてますんで、今は我慢してください。なるほど。もう他のゲストを呼ぶっていう選択肢はないんです。ない。僕がこのままずっとゲストで来続けるか、そう、僕に役職を与えるかっていう、そう、どっちかですか、どっちかです。あとはそのワイルドキャッツみたいな衣装を着た女芸人を呼ぶか、はい、それはちょっと考えてます。決してスタイルの良くない女芸人を描いて、そうそうそう、もう尻周りがドーンと出ない女芸人。ソフトボールやってた。ソフトボールやってた。だからそんなことはいいんです、はい、今日はですね、こちら、まあ前々回は犬の橋、はい、名作、はい、で前回はワイルドキャッツときまして、今回はですね、今回はこちらでございます。ジョーカーちょっとご存じないですか。じゃないですけど、なんか多分こっちは本格派ですよね、きっとね。これですよ、これを。振り幅がすごいですよ、ね、紹介する作品の。これ今日まず紹介しますので、はい、オリジナル告知の時間いきましょうか。あ、ね、お願いします。僕が南川さんのここをタッチした瞬間に、この再生ボタンを押した瞬間に、南川さんがこの DVD のオリジナル告知を始めるという、そうですね、あのコーナーですね。あのコーナーでございます。じゃあ今日は早速いきましょう。はい、さあ、ということで始まりました、こちらですね、あのB-POP ハイスクールの作者、木内和弘監督がですね、監督したオリジナルビデオなんですが、ね、これ。あの木内先生が。これがいわゆる V シネですよね、はい、いわゆる、これは確実にこのオリジナルビデオとしてのこの発売されたので、なるほど、V シネでございますね。なるほど。これね、あんまり主役、こちらでちょっとあんまり有名な方出てらっしゃらないんですけれども、はい、もうすごいハードボイルドで、かなりこの暴力的、うん、暴力描写というか、はい、銃撃戦、かなりもうこだわり抜かれたですね、作品となっておりまして、ちょっとストーリー簡単に説明しますと、はいはい、喧嘩してですね、工場をクビになった、うん、すごいこのアウトローな主人公がいて、はいはいはい、不良というか、不良が、はいはい、でその主人公が結構こう喧嘩っ早い主人公がいてまして、うん、その主人公がこう車でね、車でこうってこうもうクビになったし、どうでもいいやってなってやってる時に、うんうん、ある車の中に、はい、佐伯茂さん、これ銀行員です、うん、佐伯茂さんがその銀、佐伯茂さん出てます、 てます、はい、佐伯茂さんが銀行員でございまして、はい、その部下、女 OL ですよね、はい、OL と不倫してるんですね。
してそうっすね。不倫してるんです。不倫してて、その女の子、はい、女の子、こちらですね、白鳥さんでございます。白鳥康子さんでございます。はい、白鳥康代さんでございますけれども、はいはい、白鳥康代さんがですね、もうその関係断ち切りたいんですよ。うん、もう不倫は断ち切りたい。うん、だから、もう、こう、無理やりこう車から出てくるんですね。うんうん、で、おいおいって、佐伯茂さんがこう追いかけてくる、うん。そこにアウトローとぶち当たるんですね。うん、で、その白鳥さん、うん、OL さんがですね、はい、あのもうあの男に何か暴力振るわれてるんですみたいな人演技を打ちまして、うんうんうん、なるほど。でちょっとかばってもらうんです、はい、でそこまでは普通じゃないですか、うん、そっからですね、その佐伯茂さんはあまりにもこの OL に執着するから、うん、ちょっと知り合いのヤクザ、これがですね、うん、佐藤岡次郎さんなんですね。脇しっかりしてます。脇分厚そうさあのその主役の人、主役の方が宮崎さんという方でございますけれども、はい、このヒロイン白鳥康代さんはですね、うん、あのヤクルト、元ヤクルト の, あの土橋選手 の, あの奥さんです。内野手土橋選手、内野手土橋メガネもうあの技法を払わないです。そうです、はい、そうです、はい、で、ございまして、そちらのですね、どこまで喋りました、いやもう土橋の話です、あの映画の話です。そうですよね、 その、はい、そこまで普通じゃないですか、はい、でそこからそのごたごたが始まりまして、うん、この2人はいわゆるちょっと逃亡中なんですけども、うん、この佐伯茂さんとヤクザから逃亡するという形になるんですけれども、逆に脅したりとかして、あ、逃げてるばっかりじゃなくて攻めにも回る。 そこからですね、この2人がかなり狂気に満ちた行動を走っていくんです。え、後半でそんなことになるのっていう後半待ってるので、うんうんうん、そしてこのやっぱりこう東映ならではのかなりこのダイナミックな銃撃戦、はい、その武器 の, このかなりこの臨場感、それをねぜひとも見ていただきたい。いや、一本でございます。ぜひとも見てください。はい、はい、終わりました。何でしょうか。いや、うん、そんな銃出てくるんですか。出てくるんです。これだって工場をクビになったアウトローとその OL さんが逃亡してて、はい、いやその佐伯さんが、うん、その知り合いのヤクザの蛾、はい、次郎さんに頼むからそっち側に銃があるの分かるけど、そう、じゃそもそも、はい、佐藤蛾次郎さんが銃持ってるんですよ、はいはいはい、それをね何やかんやで奪っちゃう。なるほど。何やかんやで奪っちゃう、はいはいはい、そして奪っちゃってお前金持ってこいよっていう感じで、うんうん、このヒロインと主役は逃げるわけです、はい、まあ、金持ってこいよって、はいね、はいはいはい、で逆にもう佐藤蛾次郎さんはチンピラを連れてくるんです、うん、わけわからん、その3人のチンピラ、うん、でその3人のチンピラを誤ってその主人公を撃っちゃうんですよ。3人のチンピラのうちの1人を撃っちゃうんです、うん、で最初はその3人のチンピラすごい嫌な不良やなっていう形で映されてるんですけども、中盤から殺された男の子と3人のうちの1人が殺されるんですけども、はいはい、殺されたこの男の子にすごいこう感情移入するような映像になってるんですよ。なぜか悪役やった男の子がなぜか殺された最悪やかわいそうみたいな感情移入するような形になってるんですよ。変わってる。でこの3人のうちの2人生き残るわけじゃないですか、はい、2人が復讐に燃えるんですよ。だから途中から善悪が交代するような場面になってる。なるほど。最初はその困ってる女の子を助けようとした主人公がいつの間にか悪役になっているというか、そう、でそういう作りになってるんですよね、なぜか。で僕はそれがすごく興味深くて、かなりこう、あ、へえ、こうなんて、こういう作りになってくるのかっていう感じで、最初は悪役やったやつが、はい、あの最初はチャラチャラしてるんですけども、はい、友達が殺されることによって復讐心が芽生えて、うん、坊主になって、うん、復讐に燃えるから、その銃の販売所、うん、あのいわゆるその猟銃を販売してるところに客が出てきて、はい、こいつの家には猟銃があるってことで、そいつの家まで行って、うん、襲って、はい、奥さんと旦那殺して猟銃奪う。で猟銃って長いじゃないですか、はい、でその猟銃長いから邪魔やから日本の猟銃をこう切るんですよ、はい、銃の長さを短く切って、はい、それでこのアメリカでしか見たことない銃が出来上がるわけですよ。それでも銃撃戦がバン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 繰り広げられる。え、そっちは友達殺されたあの後半正義になってるんですよね。そう、そいつもあの関係ない人殺してるんですよ。そう、だからもうかなりのバイオレンス、狂気に満ちた後半になってる。もう全員悪、全員悪、猟銃奪われた家族だけ正義みたいな。そうだからね、これがもう佐藤蛾次郎さんもね、もう言うたら悪いし、はい、佐伯茂さんも悪いし、はい、ね、主人公もアウトローで悪いし、はい、それにけしかけるヒロインも悪いし、復讐する3人も悪いし、うん、だからもう全員、これこそ全員悪いな。ドバシ以外、ドバシ以外、ドバシさん出てません、ドバシ選手出てません。はー、
これね、そうすごいですね、全員悪っていうのは、うん、だからこのビーバップハイスクールは結構不良、ヤンキーでしょ。でも僕漫画で読んでました、結構笑える部分が多かったんですけど、これはその笑える部分はそんなにないです。もうなんかバイオレンス、がっつりバイオレンス描写はもう圧巻ですよね。やっぱりそんで銃好きな人とかだったらかなりいいんじゃないですか。なるほど、銃好きで猟銃切るシーンあるし、で何がいいかっていうと、はい、佐藤蛾次郎さんとね、佐伯茂さん以外、はいはい、本当にあんまりもう今そこまでも出てらっしゃらないんですよ。あ、なるほど。だから結構そういう今見ると、うん、当時活躍された役者さんとかで、役者さんですけれども、はい、多分今そこまで出てないので、はいはいはい、だから今見るとすごいそれが臨場感あるんですよ。そっか、先入観もないし、先入観もないし、この人どういう人なの、うん、なんか海外の映画とかで多いですよね。そう、他の映画とか出てるからこういうイメージがないから、はい、すごい臨場感が持って入っていく映画だったんです。なるほど。じゃあほんとじっくりそのストーリーの面白さを、そうですよ、変な先入観なく見れる、はい。でね、もうこれ後ろに出てますけどね、この3人のうちのチンピラの1人なんですね、これがいわゆる1人なんですよね。これも後でまあ映されると思うんですけども、はいはい、これね、この人が急に怖くなるんですよ。最初はチャラーくなって出てくるんですけど、はいはい、急に島田久作さんのごとく怖さが急に出てくるんですよ、はい。だからそれがあの画像を通して、はい、映像を通して、はい、あ、何この怖い感じ、怖い怖い怖い、何これ怖い。ただのそのチンピラさんに言うたら、ほんと名前もない役者さんとかだったりして、はい、そんななんか重要度を持たない役だったりするから、ちょっとこっちが、なんかね、隙を突かれるっていう。最初油断してるんですよ。え、こいつこんなに重要な役だ。そう、こいつチンピラやから、なんかやられて終わりやなって思うんですけど、はい、じゃないんですよ。結構その人が主軸になってくるんですよ、だんだん。うん、あれってなってて、復讐シーンなんで、復讐できるのか、復讐できないのか、はたまたこの、逃亡劇、いわゆるロードムービーではないですけども、はいはいはい、この2人の逃避行、どこまで行けるのかというところを皆さんぜひとも見ていただきたい、こういう作品でございます。なるほど、これは見てくださいよ、ぜひとも。ちょっと今まで2作とは違いますよね。ちょっと違うでしょ。その今をときめく俳優さんたち、昔の作品だったりとか、ちょっとではないし、あとはもうひたすら お色気でもなく、なかったですし、その役者さんに対する先入観がないっていうのはちょっと面白そうです。また違った見方で映画見れるんですよ、はいはいはい、最近やっぱりこの人が出てるから見ようとかいう、はいはい、あるじゃないですか。そうじゃなくてこう作品をシンプルに見るという、はい、あの人大体悪い役だからなって思っちゃいますね。そうそれがやっぱり好きです。なるほど、はい、ということでございます。なるほど。さあ、ということで5段階評価でございまして、はい、見たいマックスが5でございます、はい、もし見事5が出るとですね、このジョーカーの DVD 作品の抽選の中から2名様にプレゼント、はい、そして残念なことにもしあんまり見たくない1か2を叩き出しちゃいますと、はい、私が自らミスということで罰ゲームを受けるという結論になっております。はい、はい、ということでございます。さあ、金子さん、この93分のジョーカーみたいの判定いかがでしょうか。4でお願いします。おーし、4です。ありがたい。5には届かない、いかなかったですけども、いやこれ結構いいよ、はい、そのやっぱ1押しとなったのは、その役者さんでの先入観がないっていうところ。はい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 、はい、そうですね。その旧作の楽しみ方として、あの役者さんの昔の演技なんだこれとか、はい、そういうので見る楽しさは多分犬橋の時に、あ、そういう楽しみ方があるんだなと思ったんですけど、これはまた別の旧作の楽しみ方があるのかなって。そう、はい、そうなんですよ。その本当に役者さんで先入観を持たずにストーリー、はい、そしてその昔バイオレンスに関しては昔の方が多分、そう、僕はちょっとその遠慮がないというか、ね、そんな気がするんですね。なんで多分新作映画もそれは常に進化してはいるんでしょうけど、うん、昔にしかない、はい、この強烈なね、後ろに書いてあるんですよ、はい、暴力映画ファンならば人生で一度は見ておくべき。これってあなたが選ぶ V シネマで得票、はい、いわゆる1位なんですよ。これ1位の作品ですよ、 V シネマで見たいなってみんなが思う1位に輝いた作品なので伝説なんですよ。だから僕別に暴力映画が特に好きとかではないですけど、うん、でももうそんだけ言われたら、そうでしょ、多分もう今後
僕がずっと新作だけを追ってたら、はい、見えないですよ、多分その遠慮のない暴力シーンというか、ね、そうでしょう、はい、やっぱりね、その暴力業者がすごく言い出したのが、はい、その松田優作さんの、はい、このいわゆるこの遊戯シリーズですよね、はい、遊戯シリーズに撮影にこの千元製造さんという、はい、あのカメラマンの方がいらっしゃるんですけど、はい、その人がその絵作りをしてるんです、はい、だからかなり迫力があって、うんうんうん、かなりいいあの臨場感がある絵になってるんですよ。なるほど、暴力映画ってその周りのスタッフさんもその暴力映画にもう特殊したもうスタッフさんだからほんとしっかりした作品なんですね。なるほど、はい、ということでございます。これはそうですね、ただその何ですかね、その主役が正義なのか悪なのか、うん、それどんどん転がっていくっていうところも見どころだと思うんですけど、見事見事、まあちょっと前回のワイルドキャッツのお色気、はい、の要素がちょっとまだ脳裏に残ってまして、脳裏に残ってます。そこで突っ込んで届かなかった。ああ、なるほどな。この逃亡劇の中に、はい、やっぱどっかでそのね、エロ、4分間突っ込むなめる。ないです。ないんですよね。それはないです。ただあの銃口を、はい、ベッドで、はい、あのうつ伏せになりながら、はい、銃口をポンと体に乗せて、はい、ああ、冷たいっていうシーンあります。5でいきましょう。ありがたい。視聴者の皆さん、こちらにあの応募していただければ。アップシステム、ありがとうございます。はい、ね、ああ、冷たい。冷たい、はい、ありますんでね、ぜひとも見ていただければ。見事5。見てください、ちゃんとそういうところ。見事5が出ましたね。はい、ぜひとも皆さん、抽選の方お願いいたします。おちょっと電話が鳴っている。なんすか、もしもし、何わかった。すぐ行く。どうしたのか。ある情報筋から、またいい給食が入ったんですけど、俺は今すぐ行く。後の指名頼む。僕ももう本当役もらっていいですか。もうこのもらえないですか。こんなちょっと会議室のここにいただけるそのために僕が猫の理由を言わなきゃいけないですね。だからまた危ないことに突っ込まなきゃいけないな。皆さん、彼はまた旧作映画を探す人たちに旅立ちました。まだまだ知らない旧作がいっぱいあるんです。